おし、3時間目終了。次頑張れば給食だな。4時間目は社会だったわね。今のうちに教科書準備、資料集も出しとかないとな。ほら、前回の授業の最後先生言ってたじゃん。次回は資料集も使うので、忘れずに持ってきましょう。って、しまったー。あ、忘れちゃったな、霊夢。隣のクラスで借りてくるー。社会あるある。資料集、忘れがち。はい、これは主も学生時代、何度忘れたことか。あと地図帳も結構忘れた思い出が。はぁ、どうしたため息なんかついて。明日社会のテストだから。あれ、霊夢社会得意じゃなかったっけ？前回も90点以上だったとか言ってなかった？前回は好きな歴史だったから。なるほど、今回は地理メインだもんな。私地理は苦手なのよね。社会あるある。同じ教科なのに、分野によって得意不得意が激しい。はい、高校からは地理、日本史、世界史など分かれますが、中学まではひとまとめで社会。例えば英語とか数学だと、基本どんな単元でも苦手な人は苦手だし、得意な人は得意ってパターンが多いかと思いますが、社会の場合は分野によってかなり苦手な部分や得意な部分がはっきりしている方も多いのでは？ザビエルスター。社会あるある。みんな大好きザビエル。中国史か、主の得意分野だぜ。何々、問題は、春秋戦国時代、戦国史理由をすべて答えなさい。これは呪文のように唱えて暗記しているぜちゃんと。遠征祖神間一挙、遠征祖神間一挙、遠征祖神間一挙、戦国史理由はズバリ、遠征祖神間一挙。ここは満点もらった。漢字で書きなさいだと、書けねえ。社会あるある。人物名や地名など、漢字が難しい。はいこれね、せっかく答えは覚えているのにまさかの漢字指定の問題が。主は難しい漢字が嫌だったので、受験では日本史じゃなくて世界史にしたのですが、世界史の中の中国史はもっと難しい漢字のオンパレードだった。でも中国史はなぜかかなり得意でした。センター試験も世界史は一番良くて94点だったぜ。ということで本日は中国史が物語の舞台、こんなアプリ遊んでいきます。はい、ということで本日遊んでいくアプリはこちら。キングダムラン、天下統一への道。あの大人気作品、キングダムのアプリとなっております。今日も城下は平和平和。プレイヤーは城主となり、天下統一を目指していくのが目的。ということで、まずはガチャで新たな武将をゲットし舞台を強化。10連ガチャ、一回引いていくぞ。あ、何が来るかな。おし、新たな武将が仲間になったぜ。ちょうど育成素材も結構ゲットできたし、早速彼を育成して、部隊に編成だな。一気にレベルアップー。あ、ちなみに武将のレベル上限は、プレイヤーのランクとなっております。能力もめっちゃ上がったのでこんなもんかな。お次は部隊編成？その通り、第1軍から4軍の対象はこの武将たちだ。お、なんかかっこよく決まったな。あとは各軍副将も編成してと。おお、総戦力も一気にめっちゃ上がった。では編成がバッチリ済んだとこで。いきさじゃー。お、これが敵の総大将ね。あら、総戦力では負けているし。でも大丈夫、勝利条件は敵の全滅じゃない。敵の総大将撃破だからな。戦い方次第ってこと？イエス、まあ作戦があるので見てなさい。おっしゃ、ついに回戦だな。皆の者、行くぞー。やはり、数では圧倒的に敵の方が多い感じね。総大将のとこには行かせないぞってか。おし、最初の布陣はこれでオッケー。それにしても、これは正面から行くのは厳しそうだな。お、ということは、見てのお楽しみ。少年でも手を抜くことはなさそうね。受けて立つぜ。ちなみにバトルはどんな感じで進むの？バトルは指示フェーズ、進軍フェーズというのに分かれていて、今が指示フェーズ。お、サイドから敵の総大将を目指していく作戦だな。うん、ってことで今全部隊の進軍経路を指示しているところ。ここで指示した通りに、進軍フェーズで進んでいくってことね。その通り、と言っても進軍フェーズは見ているだけではなく、いろんな戦闘効果のある、契約というものを使用可能。今なんか足止めされたようだな。そんな時は契約、突撃で進行スピードアップじゃ。いけー。
進軍経路はこのままでいいから、戦闘再開。こんな感じで、指示フェーズと進軍フェーズが交互にやってきます。敵もそう簡単には倒させてくれないな。でもここを越えれば、一気に行けそうな予感。おしおし、一山越えたようだな。はい、ここでまた指示フェーズに突入。敵の総大将までの道は開けた。全軍、一挙除染で敵将のところに前進じゃあ。極力無駄な戦いは避けて、効率的に。残りに部隊指示できたら、全軍突撃よ。ふふ、今打ち取ってやるからな、待って俺。お、ここでまた突撃しよう。やはり最後は、こちらも総大将で切り込んでいくぜ。もちろん進軍経路はこのまま。足止めされたが、もう目前。おお、ここで敵総大将の強力な一撃。ついに到達。やはり最後はかっこよく、総大将同士の一騎打ち。おお、そんなこともできるのか。かけー。ここで決着をつける。あ、ちょっとタイミングミスった。でも今度は大成功。これでとどめ、覚悟。おお、大勝利。このように、本格的な戦略シミュレーションが楽しめるアプリとなっております。大したことねえな。作戦勝ちね。半分以上の敵は何もできてなかったもんな。報酬もたくさん。それでは最後に、他プレイヤーの部隊とバトル、攻城戦をやって終わりにしたいと思います。これはやるとどうなるの？ランキングに応じて攻城ポイントをゲットできて、ポイントはいろんなアイテムに交換可能。なるほどな。ということで、早速サクッといっちゃいますか。さあ、主部隊、勝てるか？これはオートで進んでいく感じか。イエス、1日5回まで対戦可能だぜ。サクッとやられそうだけど、勝負は最後までわからない。はい、あっさり敗北。すいません、サクッと負けちゃいました。また部隊を強化しないとね。はい、ということでキングダムの魅力が詰まった戦略シミュレーションゲーム。ぜひ皆様も遊んでみてね。それでは、また次の動画で。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。